はい、いつもありがとうございます。続いてはメジャーリーグですね。MRZ さんからご依頼です。はい、アップデートのサファイア一つね、よろしくお願いします。で、発送待機ということでね、了解しました。よいしょ。はい、ではね、一つ開けます。で、ハサミで開けてからですね。まあ、8パックですのでね、同じです。よいしょ。はい、じゃあ行きます。1パック目。あ、どうだろう。サインかな。なんか、ひっくり返ってるような。はい。うん、ひっくり返ってますね。サインです。いきなりサイン来ちゃいました。せーの。お、ロビンソン？ん？ちょっと待って。レギュラー？レギュラーたまたまひっくり返ってたのか。はい、ロビンソンカノー書いてんのと思いましたよ。はい、ちょっとびっくりしました。カノーでした。よいしょ。たまにあるやつがこう来ちゃいましたね。あ、これもひっくり返ってる。どうだろう。はい、うん、せーの。これトロさんだね。オートだね。ああ、トロさんだね。サインです。はい、オープン戦まあまあ、まあまあでした。で、ちょっとトロさんにしては書いてます。ちょっと大きいですね。うん。はい。まあまあでした。まあ多分40人枠残ってんのかなって感じです。よいしょ。なんだ、初めのカノンが。びっくりしました。グリフィーです。で、フレジャー2度。はい、ウェバーバーランダーん、色かな、パープル十尻かな。せーの。あ、テレスさん。はい、まあ正直なところ4番候補ですよね。去年は結構4番打ってました。3の10です。はい。ただね、ウェイトは多分テレスさんよりゲレーロが上だったかもしれないですけど、今ゲレーロがかなり絞ってる感じですね。はい。動きが良くなりました。よいしょ。はい。ロペス。トーマス。お、アクーニャ。このアクーニャかっこいいんですよね。うん。これいいっすね。うん。こういうカードをグレーディングするとね、いいですよね。はい、モアランド。パニック。アグラザルさん。カーショ。うん。まあ、ルーキーは1。ですけど、アクーニャ、グリフィ。アクーニャは多分この1種類だけですよね、カードね。はい、ヒューストン。フルマー。ハーパーですね。フェルナンデス。で、ラスト。3位とパラレルもう出ちゃってますんで、ポッペンさん。アモリナ。はい、オールスターです。で、スタントンとなりました。まあ、ちょっとルーキーは、2枚ですね。ポッペンさんとアグラザルさんで両方投手でした。で、サインはトロさん。ただ、スター系のところが、なかなか出ないというか、種類がないので、アクーニャはいいですね。これね。はい、人気がありますからね。でシリアルは10シリのテレスさん。はい、でサインはちょっと大きめのサインのトロさんです。まあ多分40人枠入るかなという感じ。
まあ、初めは8番ぐらいからスタートかなって感じでしょうね、多分ね。はい、あとグリフィーですね。グリフィートラウトは入れますんで、アクーニャも結構ね取引されてますからね、このカードも。やっぱまあ1種類しか300分の1ですからね、アクーニャ。はい、っていう感じでした。はい、ありがとうございます。またチャレンジしてください。一応発送待機ということで、梱包封せずに置いてきます。はい、ありがとうございました。